世界史だぞ、ひとことこい TV! こいつと一緒です。おい、始まったよ。こにゃらきよわ。ということでね、年内多分ラスト動画になるかと思います。2022年ラスト動画は、アジアジミさんとちょっとゆるトークして終わろうかなと思います。緊張してる？何回か出てるじゃん、これ。なんでだよ。この今年はこのチャンネルで何食べたりだとかさ、プレゼント開封動画西田さんの代わりにやったりとかさ、あ、確かに確かに。ツイッター始めてそれを見てもらったり、今もうねツイッター2000人いきましたとかさ、あと極楽とんぼの山本さんとコラボさせてもらったり、意外とこのチャンネル内であなた露出が高い方ですから。露出はこっちだけじゃないんだ。いいよそういうのは。お前は上手上手。ということでね、2022年お世話になりました皆さん。お世話になりました。そこでボッキマルは、ボッキマル、ボッキマルって言った、意味分かって使ってる。かわいいかな、これが。名前そんなんじゃねえよ俺。2022年お世話になったねということで、登録者とか見てくれた方に、ね、感謝のお礼動画ですよね。ありがとうございます、ね、どんな1年でしたか、ジミさんは。そうですね、うん、嵐のように過ぎ去った1年でございます。いいじゃない、忙しくて楽しく過ごせた。はい、忙しくはなかったです。いや、まあでも社員さんだからやることは。スペシャルのマネージャーを今やってるじゃないですか、ジミ、うんうん、だから忙しくはなかったです。やかも、いや、ライブばっかり。いや、いいじゃねえか別に、ありがてえかって言ったら、営業だって行かしてもらったわ私いろいろ。うん、強がっちゃって、ボッキマル。やめろよそれ。誰が得すんだよその言い方で。ごめんね。なんで謝るんだよ、やんじゃねえよじゃあもう。ごめんね。やめろそのごめんねって言い方。シーさんはどんな1年でしたか。回さないでくれるあんたが。いや別に楽しい1年でしたよ、いろんなところ行かしてもらったりだとかさ、ねえ。いろんな経験させてもらった1年でしたよ。ふんふん私は知ってんだよじゃねえんだよ。あ、その含み笑い。ふんふん。いやー、どこがだよ、ボッキマルしか言ってねえよてめえは。味見だって今年初めて一人で味見だけでテレビ出ましたよ、うん。何出たんですか、あなたは。さんまさんのお笑い交流委員会に出させていただいてます。変な感じだね、社員さんが、社員さんがそうやって出ちゃって、タレント、俺は。ひいきさんはもう、バッテンって書かれてました、みたいな。曲側から振り切れる。何をしたの、俺は。変えないで。ボッキマルで通ってるからじゃないの、もしかしたら。味見書入れて出してました。だからだよ。ボッキマルはペケつくだろ、それ。ペケ広いのボッキマルをやらせていただいてました。じゃあペケだよ、意味わかんなすぎて。ペケだよ。じゃあそれペケだよ。ゴーだよ、みたいな。いいですね。ギャグじゃねえよこれ、うんうん、あ、工場委員会ね、はい、出させていただきました。なんかさんまさんにガチの社員さんだと思われてたらしいですね。はい、まあでもガチの社員ですけどね。いや、あなたなんか否定してましたよ。いや、なんかそうせざるを得ない雰囲気ね。あ、圧力ですか。はいはいはい、そっちの方が笑うのかなっていうのがありました。あ、察してね。最低なんだけどこいつ、ゲップしちゃった。 お昼にカレー食べてあった。まあ、テンポが悪いんだよ話の。でもね、どうでしたか出てみて、工場委員会は。とても経験に生かされました、うん、あ、そう。その時に思い出すでしょ。悲しいんだけど、どういう雰囲気とかあったの。うん、皆さん優しかったんですよ、とても、うんうん、楽屋挨拶が死ぬほど嫌だったって聞いたけど。だって正直にこれで一人で行かなきゃいけないんだよ。まあ、いや、そりゃないよ。いや、自分でおかしいって思ってんだったら外していけばいいんじゃないの。いやいや、でもちょっとどうなんだろうっていうね。さすがにお帽子だけは外させていただきましたが、こっちも外した方がいいでしょ。お挨拶の時にお帽子っていうのはどうなのだよということで外させていただきましたけど、なんか変なやつ来たみたいな感じになってます。まあなるだろうね、はい、それまあまあいいんじゃないですか。そうですね。年始ももしかしたら出るかも。もしかしたら出てるかもしれません。見学は行かしてもらったんでしょ。はい、でもそれを乗ってるか乗ってないか分かりませんので、ね。まあまあね、経験だからね、うん、経験なので。うん、なんか来年はね、こうやって味見と一緒に地方とか行かしてもらいたいね。なんか味見の夢がありまして、来年こそは冠番組やりたいです、うん、
あじみさんが、はい、あじみのトークで行っちゃいましょうた。行きませんよ、ぼっきまるとかしか言われんだから。やりたいでしょ、あじみ MC とか。いや、もっとあなたに似合ったポジションがありますよ。ロケ行ったりだとかさ。ロケはいや、これのトークだとトーク入ってこないんだから。ロケはしまげとかさ、うん、でもなんかね、地方とか行かしてもらいたいね、あじみと一緒に。そうですね、あ、工場委員会の裏話一つありました。工場委員会の裏話。このテープをあじみ貼ってるじゃないですか、うん、これってあの、おしゃれで貼ってるんですけど、あんまいないけどね、メイクで、うん、あの、収録3本撮るんですよ、あれ、うん、なるほどね、3本撮る、3週分だから3時間以上かかるわけですよ、まあ、単純計算だとね、うん、鼻から血出ました。あんま言うなよ、裏話で。ずっとつけてたら3時間以上初めてだったもんですから。あんま言わなくていいよ。鼻から血がキューンって。いいよ、言わなくて、それは。ごめんね。やめろよ、それガチで怒ってるみたいになるから。じゃあごめんね。じゃあってなんだよ。とかね、まあまあ。だからまた来年、今年はネタパレさんだとか、工場委員会。そうですね。そういう。アニメはそうですよ。とか、ジョイントは今年、去年、群馬テレビだとか、うん、山梨の方もそうだし、いろいろな味見での露出が多かったですからね、うん、来年さらにね、味見の出番も増やしたいなとは思ってます。味見に、うん、ゾンビアジマ町の大原さんにね、うん、いつも味見なのに、うん、テンポよしにって言われるの、あれやだよ、恥ずかしいから。いや、テンポがいいからね、あなたは。テンポよよすぎて何喋ってるか分かんないって言われたの、この前大原さんに。だからけい見た目のインパクトの割にちゃんと情報テンポよく言っちゃうからさ、テンポよしにって言われた、テンポよしにみたいな。どういうリアクション？いいよ、どういうリアクションなんだよ、それ。難しくて。あれ、聞いてた？出てない。あ、まだ出てない？まだってなんだよ。ということでね、そういう1年でございましたけども、うん、今日西谷さんいないけどね、西谷さんに代わってね、はじめさんに出ていただきましたけれどもね、来年もいい年にしたいですね。本当ですね。うん、やめなきゃいいじゃん。やめるなって言ってねえよ。おい。やめないで。やめようかななんて相談もしねえてめえなんかよ。止まって。ということでね、まあ世間知らずとしてもまた来年飛躍の年にして、でアジアジミさんともいい一年にしたいなと思いますから、来年も私たちの担当マネージャーではあるんですか？わかりません、それは上が決めることなので。急にリアルに言うなよ。石田康さんのマネージャーになるかもしれません。まあまあ現に吉本とかね、吉本マネージャーです。いや、ちょっと離れた寂しいかなとは思いますけどね。味は静止します。うるせえな。付きたいタレントさんいんの？三浦翔平。三浦翔平いねえよ。吉本興業なんだ。あ、吉本じゃないんだ。どこにその良さって、三浦翔平。どこにあったんだよ、その良さが。ということでね、まあ、今年2022年も本当にお世話になりました。ね、来年もまたぜひとも温かい目で見ていただきたいなと思います。あお前どこで覚えたんだよ、そんな技。新年。いいよ、もう。あとラストには1月8日、西田さんの誕生日なんでね。送ってね。プレゼントよかったら、神保町漫才劇場に西田沙織宛てで送っていただければなと思います。それでは、また来年もいい年にしましょうね。アジアジミさん、最後に一言お願いいたします。こっちだよ、泣きてるのは。